皆さん、こんにちは。皆さんはどんな人生を歩んでいるでしょうか。波乱万丈な人生でしょうか。尋常一様な人生でしょうか。前者であれば得られるものは多く、家福はあざなえる縄のごとしを兼ねた体験を様々な職業の土台として生かすことができるでしょう。そういう土台に立つ人々は突出したエピソードや才能が歓迎されやすい。芸能人職を選ぶ人が特に多いとされています。その中でも今回は、日本の演歌歌手として世間に知られている伊沢八郎さんの歩んだ歴史の糸をたどっていきましょう。とはいえ、世の取り沙汰も75日、伊沢八郎さんのことを覚えていない方もいらっしゃると思いますので、簡単なプロフィールから説明しましょう。本名工藤金一、生年月日1937年3月18日、没年月日2007年1月17日、出身青森県弘前市、血液型 B 型、星座魚座、所属レーベル東芝音楽工業。伊沢八郎さんは1937年に青森県弘前市で生まれました。伊沢八郎さんの実家は、弘前市では名家と言われるような立派な家柄だったようです。中学生の頃から高い歌唱力が評判で、青森県立柏木農業高等学校に進学するものの中退し、歌手を目指して上京しました。上京後はバンドマンとしてベースを弾きながら、作曲家の大沢ジョージさんに師事します。そして1963年に男線で東芝音楽工業からレコードデビューをし、伸びやかでボリュームのあるハイトーンの美声が話題になり、デビュー曲は30万枚の大ヒットを記録。その後、デビュー3曲目で伊沢八郎さんの代表曲となる「ああ上野駅」をリリースします。この「ああ上野駅」は累計売上100万枚を記録する大ヒットになっています。ああ上野駅は、歌手を目指して青森県から上京した伊沢八郎さん自身の心情に重なった楽曲でした。この大ヒットは当時「金の卵」と呼ばれた東北地方の集団就職者から共感を得たことで、高度成長期の日本の世相を映し出したことがヒットにつながったとも言われています。団塊の世代を中心に心の応援歌となった曲であり、2003年には上野駅広小路口前のガード下に「ああ上野駅」の歌碑が建立されました。その後も伊沢八郎さんは次々に曲をリリースし、1964年6月の「男の火山」や1965年10月の「嵐に立つ兄弟」などヒット曲を生み出していきました。また1965年と1966年には2年連続で「紅白歌合戦」に出場。1970年代以降はシングル曲のリリースはありませんでしたが、ショーやテレビ番組などに活動の場を移し活躍しています。そんな伊沢八郎さんは1970年前後に結婚しています。結婚相手は料亭の令嬢でした。ファンの間では、結婚相手の実家の料亭は八王子に本店を持つ鵜飼亭だと言われています。鵜飼亭は八王子エリアに4店舗、神奈川エリアに3店舗、東京23区内に8店舗、さらに台湾に2店舗を展開している高級料亭レストラングループです。その令嬢と伊沢八郎さんは結婚し、結婚後の1975年には八王子の豪邸へ引っ越していたそうで、結婚相手の実家周辺の豪邸に住んでいたのではと言われています。この結婚で伊沢八郎さんは1971年に長女の工藤有希さんを、1973年に長男の工藤正樹さんをそれぞれ授かっています。長女の工藤有希さんは「ヒマラヤ杉に降る雪」、ラッシュアワーさん、ピクチャーブライド、ミステリートレインなど数々の映画への出演を果たした女優です。1990年の「戦争と青春」では日本アカデミー賞優秀主演女優賞とブルーリボン賞主演女優賞を受賞しています。富士山の麓で農業を行っていて、農業歴は20年以上とのこと。長男の工藤正樹さんは宮沢りえさん主演で大ヒットした僕らの7日間戦争に出演し話題をさらった俳優です。氷点や
世にも奇妙な物語などのドラマにも出演し、南くんの恋人では石田ひかりさんと一緒にダブル主演で出演しました。199年に俳優業を引退し、その後はクラブ DJ をしていましたが、その後工藤勇気さんが所属している事務所である平田オフィスの株式会社フラッシュアップで代表取締役社長を務めています。伊沢八郎さんは家庭を顧みない破天荒タイプで、良い夫とは言えなかったようです。お酒に酔うと嫁に DV をしていて、物を投げつけるようなことをしていたそうで、その矛先は嫁にだけではなく子供にも向けていたようです。3歳だった工藤勇気さんはソファーを投げつけられるなど、酔っ払った父親から DV を受けて育ちました。1980年頃、工藤勇気さんが小学3年生の時で、工藤正樹さんが小学校1年生の時に伊沢八郎さんが嫁を家から追い出したとのこと。これにより家政婦が母親代わりとなったそうですが、2人の子供はこの家政婦から容赦ない虐待いじめを受けていたそうです。大人たちがハンバーグを食べている時に、どうせ食べないでしょと目玉焼きだけを出されるなど、成長期の時期に十分とは決して言えない量しか食べさせてもらえなかったそう。姉の工藤勇気さんは当時を振り返り、育ち盛りなのにクラスで1位2位を争うほど痩せ細っていた、普通の両親がいる家に育ちたかったと語っています。また伊沢八郎さんはスキャンダルが多い人物でした。1983年にはスピード違反で切符を切られたのに出頭しなかったために道路交通法違反で逮捕。また1985年にはデートクラブで16歳の少女を売春して淫行。売春が発覚したのは愛知県名古屋市のデートクラブが摘発された時に、あんたと同じくらいの年齢の娘がいる、タレントの工藤勇気だと有名歌手が話していたことを、デートクラブで働いていた女の子が証言したからでした。これにより伊沢八郎さんがデートクラブで売春していたことが発覚しましたが、伊沢八郎さんは相手が16歳の未成年だと知らなかったそうで、お咎めはありませんでした。それでも記者会見を開いて釈明をしていますので、かなりのイメージダウンになっています。他にもいじめ問題で工藤正樹さんの学校に乗り込んだり、料亭のご令嬢との結婚前に隠し子が生まれていたことなど、次々にスキャンダルが明らかとなりました。父親のスキャンダルで芸能活動をしている工藤正樹さんや工藤勇気さんに火の粉が飛んできたこともあるでしょう。伊沢八郎さんと最初の結婚相手は約20年にわたり婚姻関係を続けていましたが、不仲や伊沢八郎さんのスキャンダルなどが原因で1989年に離婚。その後は1993年に25歳年下の女性で声優をしている青葉美代子さんと再婚しています。そんな伊沢八郎さんは2005年秋頃に食道がんが発覚しました。体調不良が続いていたため検査をした結果、食道がんが見つかり手術を行いましたが、2006年5月にリンパ節への転移が認められ、その秋には再入院をし治療をしています。しかし回復することはなく、2007年1月18日の午後11時18分、東京都内の上野にあるエイジ総合病院で息を引き取りました。死因は食道がんで、享年69歳。ちなみにこの伊沢八郎さんの食道がんをきっかけに、工藤勇気さんはアメリカから帰国して父親と和解し、父親を看取ったそうです。さて、今回たどった伊沢八郎さんの歩んだ歴史についての意図はここまでになります。手を翻せば雨、手を覆せば雲となるように、人生は不確かさに満ちています。その不確かさに振り回されてしまえば後悔は絶えません。ですので選択の岐路に立つたびに熟考し、自分の意図をたどっていきましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。